おお、これか。なんか中和筋肉踊るね。うわ、大吉。ははすげー。これ足痛くてもなんとかなんな。運命の鐘が響き渡り、後半戦に入りました。ここまで非常にぬるい展開です。ご紹介忘れていましたが、ここでカッツを入れるためプロの選手が投入されました。いやー、みんな笑う笑う。やっぱ違うね。古川のんきなこと言ってますが、ここからラストスパートに入ります。1位争いは前田、上田、後ろから追いかける稲富、下を出して気持ち悪いこの表情。上田全力疾走です。そして小松顔芸ありがとう。古川マイペースです。第3コーナーを回りまして最終コーナー、そして直線に入ります。1位争いは上田、前田、そして後ろから稲富が追いかける上田、前田、上田、前田、さあどちら。ビデオ判定に持ち込みましょう。非常に際どい戦いでございましたが、制したのは前田でした。さすがは空気を読まない男。さあ結果はご覧のようになりました。いかがでしょうか。はい、優勝は倍率が一番悪かった前田選手になっておりますが、やはり虎視眈々何か狙ってると思えば、まさかの優勝を狙ってたんですね。さあいかがですか。そうですね、レース展開的には忖度もなくクリーンなレース展開となったんじゃないんでしょうか。政治もレースもクリーンに。素晴らしい。競輪場で、いろいろとご指導いただきました原選手です。地元竹雄の選手でございます。おお、なんていうの、なんでよ、なんでよと。はい、地元竹雄の原司です。今度から竹雄競輪よろしくお願いします。よっ、いざ。そして、途中我々の一生懸命のグダグダなレースを颯爽とかわしていた若いホープ、お願いします。今年競輪養成所を卒業してきました、119回生の佐賀の久保浩二と申します。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。それで119。罰ゲーム、我々青年局のドベは誰。はい、はい、自己申告で鹿島の稲富君が水風呂にずっと入っとくそうです。じゃあ、ありがとうございます。ではおめでとうございます。では次ここで皆さんジャンプで、はい、この場所を今度保養村の方に移動しますので、はい、じゃあ行きます、はい、せーの、よいしょ、よいしょ。はい、場所保養村に帰ってまいりました。早かったね。こちらがフィンランド式テントサウナになります。武雄市では黒神山などでフィンランド式テントサウナのイベントなどが開かれています。どうぞ。おー、そうですか。よいしょ。はい、フィンランド式入ります。はい、その、サウナといってもいろいろあると、はい、そのフィンランド式というのは どの辺がフィンランド式なんですか。そうですね、フィンランド式は、このようにあの石を置いて、あ、そしてちょっとやっていこうですか。はいはいはい。蒸気が来ませんか。蒸気来る。こうやって蒸気で、温めていくのがフィンランド式ですね。なるほどね。匂いも香りもですか。香りもしてくる。香りもしてくる。ねえ。なんかこれが気持ちも落ち着くような。はい、これがレモングラスですね。竹雄特産のレモングラスの香りです。あ、はい、それでは今、サウナ対談始まりましたんで、早速こちらの方も稲富議員に入りたくない、罰ゲームの方を今からやっていただきたいと思いますんで、早速パンツ一丁になってきていただいて、Tシャツ一枚になってきます。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。スケール選手みたいにね。ありがとうございます。あ、でも意外と意外といけるかな。座れます？座れます。さようなら。
ちょっと待って、足が入らん。このサウナのについての利用の仕方もそうなんですけど、ここの武雄にある地域の財産みたいなやつを今日的にどう生かしていくのかって、まあ、小松市は非常に上手にされてるじゃないですか。で、もうさらにその向こう側にあるものっていうか、その武雄市っていうのは将来どんなところを目指してるんだってなると、どんな答えになりますか。武雄市は西九州のハブ都市を目指したいと思ってます。武雄というのは昔から、それこそ江戸時代から交通変革の旅に発展してきた町なんですね。長崎街道が来た、鉄道が来た、高速道路が来た、そして今度高速鉄道が来る。大きなチャンスだと思ってるんです。新幹線が来年開業しますので、それを機に武雄は西九州の拠点都市として人物金を集める。豊かな生活ができる、街にしていきたいなと思ってます、うん、なるほどね。確かにそうですね。今、まあ、現時点でもその高速道路について言えばその結節点になってますよね、はい、こう薩摩方面、長崎方面に行くですね。で、それから今度は新幹線が来れば、まあ、まさにこれもまたそのハブとして、その薩摩方面に行くのも長崎方面に行くのも、まあ、必ず竹を取らなくちゃいけない、そういう結節点になっていくのは間違いないですもんね、うん、だから本当は例えばこう全国規模で支店とかチェーンを展開しておられるところなんか、今までは各県単位で支店を持ってたところが、もうそれをだんだんこう統合するようなことも行われてきてますよね。そうした時に例えば佐賀県と長崎県の両県を管轄するような支店をどっかに作ろうと思ったら、竹雄に作るっていうのが実は意外に一番いいかもしれないとか。佐賀だけ、長崎だけではなくて、佐賀長崎考えた時に円を描くと、うん、ちょうど真ん中が竹雄なんですね、うん、そういう意味で私たちこれからハブ都市だハブ都市だ、うん、新幹線が来るっていうふうに言ってますけど、うん、やっぱり佐賀長崎西九州全体で考えるべきだと思いますし、うん、そうした時に竹雄の発展はある。ただ竹雄だけが良ければいいだけではなくて、うん、私は竹雄に来たお客さんにはどんどん雄徳に行ってくださいとか伊万里に行ってください、そして、有田に行ってくださいっていう、うん、やっぱり共存共栄も大事になってくると思いますね、うん、新幹線っていうのは一つのキーになってきますね。そしてさらにはやはりこの交通の利便性をもっと伸ばしていくために、うん、やっぱり今後必要なのは交通ネットワークのしっかりとした整備、うん、伊万里方面、鹿島方面、様々な方面の整備っていうところは、うん、やっぱりこれは大事になってくると思いますね。そうですね。その鉄道作って終わりではありませんから、そうやって様々な影響を出てくるいろんな地域の振興策を道路を含めてどうしていくのかっていうことをトータルで考えていかなければこの問題の解決できないと思ってるので、まあそれこそ皆さんたちと一緒になってですね、力と気持ちを合わせていければというふうに思います。将来的にフル規格は、これは必須だと思ってますし、うんすね、今まさにそういう、うん、とこで積極的に活動していただいてるんですけれども、うん今言われた通りトータルを考えながらですね、でもやっぱりできるだけ早く、うん、方向性は決めていくと。